遅い。飛行機はとっくに着いてる。アクアの皆さんに会えるのがそんなに楽しみだったのね。もうすぐ来ますよ。別に、ただルビーたちが迷子になったら困るから。あ、来た。セイラさんとリアちゃんが迎えに来てくれてるよ。おーい。長旅で大変だったでしょ。来てくださってありがとうございます。お礼を言うのは私たちの方ですわ。今回は貴重な招待枠をいただきましてありがとうございます。函館のライブに来られるなんて思ってなかったからすっごく嬉しいズラ。でもちょっと寒いズラ。沼津もまだまだ寒いと思っていたけど本場の寒さは予想以上だったよね。もっと厚着でもよかったかも。でもセイラさんとリアちゃんが迎えに来てくれたからルビーは今とっても気持ちが温かいんだ。ありがとね、リアちゃん。ちょうどスケジュールが空いてたから来ただけだし。リアは皆さんが来るのをとても心待ちにしていたんですよ。ええ、そうでしょう。この堕天使ヨハネには北の大地に降り立つ前から分かっていたこと。なんで知ってるの？姉様にも言ってないのに。この堕天使ヨハネの魔眼は全てを見通すとかいう設定だと思うから気にしないで、リアちゃん。また会えて嬉しいわ。さすがはリトルデーモンリリーね。よくわかってるじゃない。って設定じゃないってば。私たちもすごく楽しみだったんだよ。ライブに招待してくれて本当にありがとう。私たちも皆さんにお会いしたかったですし、礼には及びません。私もライブに招待するならアクアしかいないと思ってた。そんな風に思ってもらえるなんてとっても嬉しいわ。ライブの応援も張り切っていきましょう。もちろん、ライブの応援も私たちでたくさん盛り上げるから期待しててね。函館のイルミネーションみたいなたくさんの光でセイントスノーのステージを盛り上げたいよね。それはとても心強いです。私たちも最高のステージにしましょうね。いや、本番に向けて姉様と一生懸命練習してきたんだから最高のステージになるに決まってる。かっこいいズラ。マルもそんな風に言えるようになりたいズラ。明日のライブでセイントスノーからいっぱい刺激をもらって私たちも頑張ろうね。うん、函館でセイントスノーのライブが見れるなんて本当にワクワクしちゃって、どんなメロディーに出会えるのかドキドキしているの。ライブの本番ならではの緊張感も見ていてとても勉強になりますからね。私も明日のことを考えるとドキドキしてしまいますわ。そういえば明日が本番なのに練習しなくても大丈夫なの？ええ、今日は午前中みっちり練習しましたし、明日もまた本番前にリハーサルがありますから。オンオフの切り替えをしっかりコントロールしているというわけね。さすがセイントスノー。よしこちゃんも堕天使設定のオンオフの切り替え上手だと思うけどな。堕天使設定のオンオフって何？ヨハネはもともと堕天使なの。ちょっと人間界に溶け込む術が上手いだけなんだから。確かによしこちゃんは時々とっても礼儀正しくてびっくりするズラ。練習時間がないとはいえ貴重な休息時間に私たちにお付き合いいただくのも申し訳ないような気が。私たちの希望でご招待させていただいたんですから、おもてなしぐらいさせてください。姉様もそう言ってるんだし素直に甘えてもらって構わないわ。そういうことならお言葉に甘えて函館を満喫しちゃおうかな。ナインは最初からそのつもりよ。マルも美味しいものをたくさん食べるためにお腹を空かせておいたずら。花丸ちゃんも実は私もなんだ。北海道って食べ物がすっごく美味しいイメージだったから食べ歩きもしたいなって思ってたんだよね。そうだね、セイラさんとリアちゃんのお気に入りのお店にも連れて行ってもらえたら嬉しいな。小腹が空いてきたタイミングだし、あなたたちに付き合ってあげてもいい？そうですね、ちょうどおやつの時間ですし、何か食べてから観光に出かけましょうか。